スティーブン・ソンドハイムはアメリカ合衆国の作曲家、作詞家、半世紀以上にわたりミュージカル界に貢献していることで知られる。アカデミー賞1回、トニー賞8回、グラミー賞8回、ピューリッツァー賞1回、ローレンス・オリビエ賞1回のほか、2015年には大統領自由勲章を受賞した。トニー賞においては特別功労賞を含み作曲家で、 最高の受賞回数となった。ニューヨークタイムズ紙のフランク・リッチは、アメリカのミュージカル界で最高、そしておそらく最もよく知られた人物と評している。作詞作曲家として最もよく知られた作品は、ローマで起こった奇妙な出来事、カンパニー、フォリーズ、リトル・ナイト・ミュージック、スイーニー・トッド、メレディ・ウィー、ロール・ア・ロング、ジョージの恋人、イントゥ・ザ・ウッズ、アサシンズ、パッションなどである。 また、ウエストサイド物語、ジプシーの歌詞も作詞した。1981年、ウォーレン・ベーティの映画、レッツの曲、グッバイ・ホー・ナウを作曲した。1990年代、映画、リック・トレーシーにおいて、マドンナのスー・ナ・オア・レーターなど5曲を作曲し、アカデミー一家曲賞を受賞した。1973年から1981年、 脚本家組合の会長を務めていた。2010年9月15日、生誕80年を祝し、ヘンリー・ミラーズ・シアターは、スティーブン・ソンドハイム・シアターに改名し、BBC ・プロムスはソンドハイムは敬意を表しコンサートを行った。プロデューサーのキャメロン・マッキントッシュは、かつてない最高の作詞家であろうと評した。ニューヨークのユダヤ人の家庭に生まれた。母、エタ・ジャネットがデザインしたドレスを、 父ハーバートが製造していた。マンハッタンのアッパーウエストサイドで育ち、両親の離婚後、ペンシルベニア州ドイルスタウン近くの農場に転居した。メリルシークレスト町の半世紀、スティーブンソンドハイム、A ライフによると、セントラルパークウエストにある高層マンションであるサンレモに住む裕福な家庭の一人っ子として放任され孤立していた。ニューヨークに住んでいた頃、 エシカルカルチャーフィールドストンスクールに通学していた。その後ニューヨークミリタリーアカデミー、ペンシルベニア州バックス郡にある私立のクエーカー学校であるジョージスクールに進学し、ソンドハイムにとって一作目のミュージカル、バイ・ジョージを執筆し、1946年に卒業した。下記は何度かキャンプ・アンドロス国禁で過ごしたことがある。9歳の頃、ブロードウェイミュージカル、 ベディーワームフォーメイを鑑賞し、ミュージカルに興味を持った。10歳の頃、すでに別の女性との間に、息子二人を設け別居していた父が母の元を離れた。父は、ソンドハイムの親権を求めていたが獲得できなかった。半世紀によると、家族に懐かず、たとえ裕福で何でも手に入っても、人間的なつながりはなかった。食べ物や暖かいベッドもあり、 友人もいたけれど、兄弟も姉妹もなく親もいなくなった。精神的に虐待し、結婚生活の破綻を息子に投影していた母を憎んでいた。記事によると、父が母の元を去った時、母は私に父を投影していた。優しくしてきたかと思えば、怒鳴り殴った。5年間、母は私をゴミのように扱いながら甘い言葉をかけてきた。 母はソンドハイムへの手紙に唯一後悔しているのはあなたを産んだことと記した。1992年春、母が亡くなったがソンドハイムは葬式に出席しなかった。1940年頃のハマースタイン両親が離婚した10歳の頃、作詞家で脚本家のオスカー・ハマースタイン2世の息子、ジェームズ・ハマースタインと友達になった。オスカー・ハマースタイン2世はソンドハイムの代理父となり、 深く影響を与えミュージカルへの愛を深めた。ロジャースハマースタインの南太平洋開幕日、ソンドハイムは後に自分の作品の多くを演出することとなるハロルド・プリンストであった。ジョージ・スクールで制作したコミックミュージカルバイ・ジョージは友人たちに好評で脚本家としての自信が湧いた。ソンドハイムはハマースタインに作者名を伏せて評価を頼んだところ、 ハマースタインは最悪の作品だと語った。ハマースタインはなぜ最悪の作品か教えようと言って、その後長時間にわたり説明を行った。後にソンドハイムはその後後他の人たちが脚本やミュージカルについて一生かけて学ぶ以上のことを学んだと語った。ハマースタインはソンドハイムにミュージカル制作の指針を示し、ミュージカル4作品を執筆させた。 どれもプロの作品として上演される。ハイトアは、権利法事者が、上演権を渡さず、メアリー・ポピンズは未完であり一度も上演されていない。ソンドハイムは、マサチューセッツ州、ウィリアムズタウンのリベラルアーツカレッジである、ウィリアムズ大学の演劇学のプログラムに興味を持ち進学した。最初の教師は、ロバート・バローであった、バロー先生はとてもドライで、皆、バロー先生が嫌いだった。 私は彼がとてもドライだったから好きだった。バロー先生は私のアートに対するロマンティックな視点にセンスがないことを気づかせてくれた。私はいつも天使が舞い降りてきて肩に乗り呪文を唱えると思っていたのだ。なんとかして作品を作っても何も起きなかった。しかし突然空が開けた。音楽の論理的なことを理解するとすぐ、それまでは無知で、 才能があればできると思っていた。ソンドハイムがシークレストに語ったところによると、大学院で音楽学を学ぶことなく、作曲、理論、ハーモニーを習得したかった。舞台芸術のための作曲がしたかったため、舞台音楽を見下さない人を探した。バローはミルトン・バビットの元で学ぶことを提案した。ソンドハイムはバビットを落ち目の作曲家と表しつつ、 完璧なコンビネーションを築いた。ソンドハイムがバビットと会った頃、バビットはメアリー・マーティン主演のギリシア神話のヘレネーを元にしたミュージカルを作成中であった。当時バビットはプリンストン大学で教鞭をとっており、ソンドハイムとバビットは週に一度4時間ニューヨークで面会した。ソンドハイムによると最初の1時間はロジャース・ハートやジョージ・ガーシュウィンなどの分析。 バディ・デ・シルバ、ルー・ブラウン、レア・ヘンダーソンなど、バビット推薦の作曲家の研究を行った。その後、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、ジュピター公共曲など他のジャンルの音楽の批評を行った。バビットとソンドハイムは、ジェローム・カーンなど様々な作曲家の研究をした。ソンドハイムはカーンについて、数少ないバリエーションしかない一つのモチーフを長く飽きさせない旋律にし、 少ない材料で最大の発展を遂げることができると評した。またバベットについて、私は彼にとって異端児で彼の厳粛な作風を学んでポピュラーアーツの世界に行ったと語った。ウィリアムズ大学においてソンドハイムは1924年のジョージ・エス・コフマンとマーク・コネリーの儀曲ベガー・オン・ホースバックをコフマンの許可を得てミュージカル化し3回上演した。在学中、 フラタニティベータシータパイのメンバーで1950年にラテンオナーズのマグナカムロードを受賞し卒業した。シットコム、トッパーの脚本を執筆しながら生活費を切り詰めるためハリウッドに住む父のダイニングルームに暮らし音楽のオーディションを受け続けた。1940年代及び1950年代の映画を貪るように鑑賞し映画の知識でクイズ番組、 ザ・6万4千ドル・クエスチョンの予選を通過した。ソンドハイムは、ミュージカル映画が好きでなく、市民ーム、怒りの武道、天国への階段などのクラシックドラマを好んだ。マイケル・カーティスやラオール・ウォルシュなどの監督は私に、とってヒーローだ。多くの映画を手掛け、どれも素晴らしい作品である。作品を作るのに、文化的圧力を全く感じさせない。22歳の頃、 ソンドハイムはハマースタインに指示された4作品を完成させた。当時まだ上演されていなかったジュリアス・ジェイ・エプスタインとフィリップ・ジー・エプスタインのフロント・ポーチ・イン・フラッテ・ブッシュをラミュエル・エイヤーズが制作しようと試みた。エイヤーズはフランク・レッサーなどの作曲家に依頼したが断られた。エイヤーズとソンドハイムはとある結婚式の付き添い人として出会い。 エイヤーズはソンドハイムに3曲の作曲を依頼した。ジュリアス・エプスタインはソンドハイムを雇い、カリフォルニア州で4から5ヶ月間ともに制作活動を行った。支援者を募り、予算の半額が集まった。サタデー・ナイトに開体し、1954年度にブロードウェイでの開幕を予定していたが、エイヤーズが40代前半で、白血病で亡くなった。上演権は、 未亡人となったシャーリーに移り、経験不足から予定通りに行かなくなり、ようやく2000年にオフブロードウェイで開幕した。後にソンドハイムは、サタゲーナイトには愛着以外の感情は何もなかった。23歳の若者には悪くなかった。気恥ずかしい歌詞、アクセントの違い、見えすいたジョークなどがあった。しかし私は深く考えないことにした。作品は、 自分の子供のようなものである。もう改変することはできない。子供なのだからと語った。バーとシーブラブはソンドハイムをあるパーティーに招待した。ソンドハイムはシーブラブの前に到着したが、よく知っている人はいなかった。サタデーナイトのオーディションで見かけたことのあるアーサー・ローレンツを見つけ声をかけた。ローレンツはレナード・バーンスタインと共に、 ロミオとジュリエットのミュージカル版を制作中で、作詞するはずであったベティコムデンとアドルフ・グリーンが、ハリウッドと契約中のため他の作詞家を探していると、語った。ローレンツは、ソンドハイムの大ファンではなかったが、サタゲーナイトの歌詞を気に入っており、ソンドハイムは、バーンスタインのオーディションを受けることになった。翌日ソンドハイムは、バーンスタインと面会して演奏し、バーンスタインは、 後で連絡すると語った。ソンドハイムは作詞及び作曲を望んでいた。ハマースタインと相談後、バーンスタインはソンドハイムに作詞を任せることにした。1957年、ジェローム・ロビンズ演出の、ウェストサイド物語が開幕し、732回上演された。しかしソンドハイムは、登場人物に歌詞が合っていない箇所があったり、指摘すぎたりで、 自分の作詞に不満があった。バーンスタインがキャンディード制作中、ソンドハイムはウエストサイド物語の一部の曲の作曲も行い、バーンスタインが作詞に携わることもあったが、ウエストサイド物語試験興行中に、それらのクレジットはなくなった。ソンドハイムはバーンスタインが彼を作詞家としてのみ、クレジットするようプロデューサーに指示したのだと主張した。 印税として3%がバーンスタインに1、1%がソンドハイムに入ることになっていた。バーンスタインは2%ずつとすることを提案したが、ソンドハイムはクレジットに名を残したいだけだとして、これを断った。後にソンドハイムは、誰か私を黙らせてくれれば印税がもっと入ったのにと、語った。ウエストサイド物語開幕後、シーブラブはブロードウェイに、 低俗なコメディが少なくなったと嘆き、プラウトゥスのローマ喜劇を元にしたミュージカルを検討した。ソンドハイムはこのアイデアに興味を持ち、友人のラリー・ゲルバートを共同脚本家にした。何度も走行を重ねたが、ソンドハイムの次の作品のため中断した。1959年、ローレンツとロビンズは、アービング・バーリンとコールポーターに断られた。 ジップシー・ローズリーの回顧録のミュージカル制作をソンドハイムに頼んだ。ソンドハイムは同意し、無名の作曲家及び作詞家によるハッピーハンティングを終えたばかりのエセル・マーマンがママ・ローズ役に配役された。ソンドハイムは作詞だけでなく作曲も望んだが、再度無名の作曲家の作品となることを嫌がった。マーマンはこれを拒否し、ジューリー・スタインが作曲することを要求した。 ソンドハイムは作詞家として定着することを心配し、ハマースタインに助言を求めた。ハマースタインは、スター俳優と作品を作り上げることは、良い経験になると語った。ソンドハイムは作詞家として、1959年5月21日、ジプシーが開幕し、702回上演された。ハマースタインの詩、編集1960年、 指導者であり父親がありでもあったハマースタインが亡くなった。亡くなる直前、ハマースタインは自身の写真をソンドハイムに与えた。ソンドハイムは写真にサインを求めたが、後に父親にサインを求めるようで奇妙だったと語った。サインには友人でありしであるスティービーへと書かれ、ソンドハイムは胸が詰まった。ソンドハイムは言葉で説明する以上に、 オスカーの人柄を表していると語った。ハマースタインの家から帰宅する際、ソンドハイムは最後の別れの言葉を交わした時の悲しい沈んだ気持ちを思い返した。3日後、ハマースタインは胃がんで亡くなった。1962年、ソンドハイムが作曲及び作詞の両方を手掛けた初めてのミュージカルとして、ローマで起こった奇妙な出来事が開幕し、964回。 上演された。脚本は、プラウトスの衝撃をもとにし、シーブラブとゲルバートが執筆した。ソンドハイムの作曲はあまり評価が高くなかったが、作品自体は、トニー賞において、ミュージカル作品賞を含む複数の部門で受賞した。ソンドハイムが参加した3作品が連続でヒットしたが、次の1964年の、口笛は誰でも吹けるわ。 アンジェラ・ランズベリーのミュージカルデビュー作であったが9回で打ち切りとなった。1952年のローレンツの儀曲、ザ・タイム・オブ・ザ・クックをもとにした、ワルツが聞こえるは、ロジャースハマースタイン作、メアリー・マーティン主演で計画された。ハマースタインが亡くなり新たな作詞家が必要となり、ローレンツとロジャースの娘メアリーはソンドハイムに公認を頼んだ。 ロジャースとソンドハイムは擬曲をそのままミュージカル化にはしないことで同意し、ミュージカル版の脚本を新たに執筆し始めた。ロジャースのアルコール依存症など、このプロジェクトには多くの問題があった。ソンドハイムはこのプロジェクトに関わったことを公開し、作詞と作曲の両方ができる場合のみ参加することを決意した。ソンドハイムは新作ミュージカルに、作家で脚本家のジェームズ・ゴールドマンに、 脚本家としての参加を依頼した。ニューヨークタイムズがミノ・ジーグフェルド・フォリーズのもと、ショーガールたちの集まりについての記事にインスパイアされ、ザ・ガール・アップ・ステアーズとして制作された。1966年、オフ・ブロードウェイ・レビュー、ザ・マッドショーで、イッパネマの娘のパロディ、ザ・ボーイ・フロムの作詞を半徳名で行った。スティーブン・ギバーネストのスペイン語、エステバン・リア・ニドの名で、プログラムには、 ペンネームと記された。同年、ゴールドマンとソンドハイムは、ザ・ガール・アップステアーズの制作に行き詰まり、ゴールドマンはソンドハイムにテレビミュージカルの作成を頼んだ。1966年11月16日から、アンソニー・パーキンスとシャーミーアンカーが主演し、イブニング・プリムローズとして放送された。ABC ステージ67のアンソロジーとして、ハベル・ロビンソンがプロデュースした。 ソンドハイム及び監督のポール・ボガートによると、この作品はゴールドマンの家賃支払いの資金調達のためだけに制作された。曲は題名もソンドハイムが提案した大体案、エイリトルナイトミュージックも気に入らなかった。イブニング・プリムローズの後、ソンドハイムはベルトルト・ブレヒトの作品が好きでないにもかかわらず、ロビンズは ブレヒトのザ・メジャーズ・テイクンのミュージカル化を頼んできた。ロビンズは、ブレヒトのザ・エクセプションザ・ルールもミュージカル化したかったため、ジョン・ゲアに脚本を頼んだ。バーンスタインはしばらく執筆活動をしておらず、ニューヨーク・フィルハーモニックでの指揮者としての契約も終わっていた。バーンスタインは、ソンドハイムなしでは参加しないと考えたロビンズは、ソンドハイムを自宅に招待し、ゲアに、 ソンドハイムをザ・エクセプション,アンドザ・ルールの作詞及び作曲をしてくれるよう説得してもらった。ソンドハイムが同意すると、ゲアがなぜウエストサイド物語からずっと一緒に制作しなかったのかと尋ねると、ソンドハイムはいずれわかるとだけ答えた。ソンドハイムは学生寮のルームメイトのように彼らのクレイジーな働き方を理解しなければならなかったのである。 バーンスタインは深夜のみ、ロビンズは早朝のみ仕事をしていた。この作品における、バーンスタインの音楽は伝えるべきことに欠けていた。ザ・ガールズ・アップステアーズに参加していた、スチュアート・ストローはこの作品をプロデュースすることに同意し、題名は、エイプレイ・バイ・ブラックと、その後、ザ・レース・ツー・ウルガとなった。開幕日が予定されたが、 オーディション中、ロビンズが駐座して戻らなかったためドア前に尋ねると、リムジンに乗って、ジョンカイケネディ国際空港に向かったそうである。バーンスタインは、おしまいだと泣き崩れ、ソンドハイムは、このプロジェクトで恥をかかされた。良い教訓になったと語った。ソンドハイムは一曲半作曲したが、彼にとって唯一の破棄となった。18年後、 バーンスタインとロビンズからこの作品のやり直しを提案されたが拒否した。ニューヨークにあるソンドハイム艇1959年のジプシー執筆中からマンハッタンのタートルベイにあるブラウンストーンの邸宅に住んでいる。10年後、音楽を聴いているとドアをノックされた。近所に住むキャサリン・ヘプバーンが怒りで顔をあからめながら、裸足で一晩中寝かせないつもりかと詰め寄った。 ヘップバーンはミュージカルデビュー作、個々の稽古期間中であった。ソンドハイムがヘップバーンになぜヘップバーン主演の作品を頼んで来ないのか尋ねると、ヘップバーンはソンドハイムの電話番号をなくしたのだと答えた。後にソンドハイムは自分の演技に自信が持てずそこに裸足で立っていたいのだろうと語った。ワルツが聞こえるの後、ソンドハイムは 様々なミュージカルの作曲及び作詞を行った。1970年のコンセプトミュージカル、カンパニーから1981年まで、プロデューサーで演出家のハロルド・プリンスと6作品でコラボレートした。ジョージ・ワースのカンパニーの脚本には、カッたるあらすじはなく、登場人物とテーマが設定されたのみであった。1970年4月26日、 アルビンシアターで開幕し、7回のプレビュー公演の後、本公演が705回上演された。トニー賞において、ミュージカル作品賞、楽曲賞、作詞賞を受賞した。2006年にブロードウェイで再演された。1971年4月4日、ウィンターガーデンシアターにて、ゴールドマン脚本のホリーズが開幕し、12回のプレビュー公演の後、 本公演が522回上演された。東海が決まったブロードウェイの劇場でのワイズマンズ・フォリーズの再開を中心にしている。ワイズマンズ・フォリーズは第一次世界大戦及び第二次世界大戦の頃に上演されていたジー・イグフェルド、ホリーズをもとにしたミュージカルレビューである。バディとサリー、ベンジャミンとフィリスの二組の夫妻に焦点を当てている。2001年と2011年に ブロードウェイで再演された。1973年、イングマー・ールベルイマン監督及び、脚本の映画、夏の夜は三度微笑むを元にし、主に三拍子の曲を使用した、リトルナイトミュージックが、ソンドハイムの成功作の一つとなった。タイム氏は、これまでのソンドハイムの作品の中で最も素晴らしい、作品と記した。使用楽曲、センド・イン・ザ・クラウンズは、 ジュディ・コリンズがカバーしヒットした。1973年2月25日、ブロードウェイのシュバートシアターで開幕し、12回のプレビュー公演の後、本公演が601回上演され、1974年8月3日に閉幕した。1973年9月13日、マジェスティックシアターに移行し、閉幕まで上演された。2009年、ブロードウェイで再演された。 1975年11月23日、オフブロードウェイにあるウエストサイドシアターにて、バイ・バーンスタインが開幕し、40回のプレビュー公演の後、本公演が17回上演された。作詞及び作曲はバーンスタインが担当し、追加の歌詞はソンドハイムを含む他の者が作詞した。ベティコムデン、アドルフ・グリーン、ノーマン・イエル・バーマンが考案及び執筆し、 マイケル・ボートリーが演出し、ジャック・ビトナー、マージェリー・コーエン、ジム・コーティ、エド・ディクソン、パトリシア・エリオット、カート・ピーターソン、ジェイニー・セルが出演した。ザ・エクセプション・ンザ・ルールから、イン・ゼア・ウエスト・サイド・物語から、キッズ・エインとのソンド・ハイム作曲の2曲が使用された。1976年、ジョン・ワイド・マン脚本による太平洋序曲が上演され、 ソンドハイムとプリンスのコラボレーションの中で最も異色な作品となった。歌舞伎のスタイルを用いて日本の西洋化を描いている。2004年ブロードウェイで再演された。1979年、ソンドハイムの作品で最もオペラ的な音楽を呼び、リブレットのスイーニー・トッドが上演された。リトルナイト・ミュージック、太平洋序曲と同様、オペラハウスで上演されている。 復讐殺人及びカニバリズムという珍しいトピックが取り上げられている。ビクトリア朝の作品を1973年にクリストファー・ボンドが舞台化したものをもとにヒュー・ウィーラーが脚本を執筆した。1989年及び2005年にブロードウェイで再演されミュージカル劇場やオペラハウスで上演されている。1981年ジョージ・ファース脚本の メレディ・ウィーロール・ア・ロングが上演され、ソンドハイムにとって最も従来型の音楽となった。使用楽曲をフランク・シナトラやカーリー・サイモンがレコーディングした。音楽監督のポール・ゲミナには、ソンドハイムはものすごく多彩と語った。16回の上演のみで閉幕したが、使用楽曲は繰り返しレコーディングされている。批評家のマーティンゴとフライドは、ソンドハイムは 従来型の音楽を作曲したが、通常の音楽とは違ったと記した。オリジナルプロダクション以降、ソンドハイムとファースは改定を加えた。後にソンドハイムは、ブロードウェイのコミュニティが春と私が失敗することを望んでいたことに驚いたと語った。メレディの失敗はソンドハイムに大きな影響を与えた。舞台活動をやめて、映画、ビデオ、ゲーム、 推理作家になろうかと考えた。ブロードウェイや、私や春を嫌っている人々と関わらないところで、働きたかった。ソンドハイムとプリンスのコラボレーションは、ベレリー以降2003年に再度失敗となる、バウンスまで中断した。しかしソンドハイムは、再起を決意し、1981年に、オフブロードウェイの、トゥエルブドリームスを感激し、 脚本家のジェームズ・ラパインとコラボレートすることとなった。私はそれまでやる気を失っており、パブリックシアターで、トゥエルブ・ドリームスを見ていなかったらどうなっていたか、わからない。ラパインは、アバンギャルドを好み、特に舞台において、視覚志向であった。1984年、ジョルジュ・スーラの天病を想起させる、ソンドハイムの音楽を使用した、ジョージの恋人で、初めてコラボレートした。 1985年、二人はピューリッツァー賞技曲部門を受賞した。2008年、ブロードウェイで再演された。1987年、グリム兄弟の複数の童話をもとにした、イントゥザウッズで再度コラボレートした。ソンドハイムはこの作品のオープニング曲、ウィッチで、ラップをブロードウェイミュージカルに取り入れた、第一人者とされているが、メレディス・ウィルソン作のミュージカル、 ミュージックマンの曲、ロックアイランドから着想を得たとされる。1994年、ソンドハイムとラパインの最後の作品は、エッドレスコラ監督のイタリア映画、パッションダモーレの舞台化であるラプソディフ、ミュージカル、パッションであった。280回上演され、トニー・賞ョーミュージカル作品賞を受賞した、最小上演回数作品となった。1990年12月18日、 オフブロードウェイで、ソンドハイムの作詞及び作曲による、ジョン・ワイドマン脚本のアサシンズが開幕した。73回上演後、1991年2月16日、閉幕した。この作品の構想は、ソンドハイムが、スチュワード・ストローのミュージカル・シアター・ラボに、パネリストとして参加した際に使用した、チャールズ・ギルバートの作品を元にしている。ソンドハイムがギルバートに、 構想の使用許可を求めると、ギルバートは、脚本の執筆を買って出たのだが、ソンドハイムは、ワイドマンに頼むつもりであった。2004年、ブロードウェイに進出し再演された。1997年、棚上げされていた、サタデーナイトが、ロンドンのブライドウェルシアターで上演された。1998年、サタデーナイトの音楽がレコーディングされた。2000年、新曲2曲を追加した。 改訂版がオフブロードウェイのセカンドステージシアターで2009年にはロンドンのジャーミンストリートシアターで上演された1990年代終盤ソンドハイムとワイドマンはアディソン・マイズナーとウィルソン・マイズナーの兄弟についてのミュージカルコメディワイズ・ガイズでハロルド・プリンスと再びコラボレートしたブロードウェイプロダクションではネイサン・レイン、ビクター・ガーバーが主演し サム・メンデスが演出し、2000年春に上演が、計画されたが延期となった。2003年、バウンスと開題し、イリノイ州シカゴのグッドマンシアター及び、ワシントン DC のジョン・カイ・ケネディセンターで上演された。評判が良くなく、ブロードウェイに進出できず、2008年10月28日、ロードショーと開題した、改訂版が、ジョン・ドイルの演出により、オフブロードウェイのパブリック、 2006年、新作を期待されたソンドハイムは、いや、もう年だから。気力もないし、新しいアイデアもない。信用もなくなってきていると語った。2007年12月、バウンスの改訂を行っており、またワイドマンとラパインと共に、いくつかの作業を行っていると語った。2009年4月、ジョージア州アトランタにある、アライアンスシアターにて、マルチメディアプロダクション。 ソンドハイム、エイムシカルレビューが上演される予定であったが、資金繰りが困難だったため中止となった。改訂版となる、ソンドハイム・オン・ソンドハイムがランダバウト・シアター、カンパニーにより、スタジオ54において、2010年3月19日から、プレビュー公演が行われ、4月22日から6月13日まで、本公演が上演された。このレビューには、バーバラ・クック、バネッサ・ウィリアムス、 トム・オパット、ノーム・ルイス、レスリー・クリッツァーなどが出演した。2013年11月13日から17日、ニューヨーク・シティ・センターで行われた、アンコールズシリーズのコンサート、A ・ウェット・ド、A ・チェア、A ・ニューヨーク・ラブ・アフェアで、ウィントン・マルサリスとコラボレートした。ジョン・ドイルが演出、パーカー・エッセが振り付けを担当し、ソンドハイムの曲20曲以上が、マルサリスにより、 新たなイメージが作り上げられたと評された。他にバーナデット・ピーターズ、ジェレミー・ジョーダン、ノーム・ルイス、シリル・エーミー及びダンサー4名、デイビッド・ラウド式のジャズ・アット、リンカーン・センター・オーケストラが出演した。プラビル氏のスティーブン・サスキンは、新作ミュージカルでも再演でもなければ、スタンダードを集めたレビューでもなく、ジャズ風にして、舞台演出を施した歌唱といった作品。 半分の曲がカンパニーとホリーズから来ており、あとはあまり知られていないパッション、ロードショーを含むソンドハイムの他のミュージカルから来ていたと記した。2014年公開のイントゥザ・ウッズの映画化イントゥザ・ウッズにレインボーズを含む新曲を作曲した。オスカー・ハマースタイン2世から指導を受けたソンドハイムは恩返しとして私がオスカーから受けたことを受け継ぎたいと語っている。 ザレガシープロジェクトのインタビューにおいて、リチャード・ロジャースの孫でありメアリー・ロジャースの息子である、作詞家及び作曲家のアダム・ゲテルは14歳の時に、ソンドハイムに作品を見せた際、褒められるだろうと得意になっていたらがっかりさせられたと、語った。後にソンドハイムは、建設的に話したかっただけで、あまり激励できなかったとして、ゲテルに謝罪した。駆け出しのジョナサン・ラーソンは、 ジョージ・オーウェルの小説、1984年をミュージカル化したスパービアのワークショップで、ソンドハイムが指導者として参加した。ラーソン作のミュージカル、ティック、ティック、ブームのルスデンのシーンに、ソンドハイムが登場し、早く帰ったことを謝罪し、主人公の作品を機に、入りまた会いたい胸のセリフを話した。ラーソンの没後、ソンドハイムは、コンテンポラリー。 ポップミュージックと舞台音楽を独自に統合しようとしていた。良いポップミュージックには良い歌手がつくが、舞台音楽の歌詞に合うとは限らない。ミュージカルの作曲家は物語を語るのに、舞台での音楽を使う方法を知らなければならない。ジョナさんはそれを本能的に理解していたと語った。2008年頃、ウエストサイド物語のブロードウェイ再演に向け、ソンドハイムは歌詞をスペイン語に、 翻訳するためリンマニュエル・ミランダと接触した。またミランダは当時、ザ・ハミルトンミックステープの題名であった、新作ミュージカル、ハミルトンのため、ソンドハイムと会った。当初ソンドハイムはこのプロジェクトに慎重で、ラップが流行らなくなったらただの単調な曲になるのではないかと心配した。しかしソンドハイムは、ミランダの着目点、作品の重要部分、リズム感を信用することにした。 1981年、ソンドハイムは若者に、脚本執筆や舞台芸術を広める、ヤングプレイライト社を創立し、副社長を務めている。2007年12月、アイオワ州、フェアフィールドにある、フェアフィールドアーツコンベーションセンターに、スティーブン・ソンドハイム・センター・フォー・パフォーミング・アーツがオープンし、ソンドハイムのミュージカルに出演したことのあるレン・キャリオー、リズ・キャラウェイ。 リチャード・カインドがコケラ落としを行った。1993年、スティーブン・ソンドハイム・ソサイティが創立し、メンバーにソンドハイム・ザ・マガジンによりソンドハイムの活動情報が供給される。この組織はデータベースの整備、プロダクション、ミーティング、イベントの組織、広報の補助などを行う。また、イギリスの演劇学校、または、 大学でミュージカルを学ぶ生徒から12名が選ばれ、うち1名に賞金1000ポンドが授与されるスチューデントパフォーマー・オブ、er ・ザ・イヤーのコンテストを毎年開催する。ソンドハイムの要望により、若い作曲家による新曲に特別賞が贈られる。参加者は、ソンドハイムの曲と新曲の2曲を演奏し、作曲家のジョージ・スタイルズと作詞家のアンソニード・リューが審査する。ドラマ デスパレートな妻たちの多くのエピソードのタイトルに、ソンドハイムの曲名や歌詞が使用され、最終回のエピソードは、ソンドハイムの著書と同じ、フィニッシング・ザ・ハットであった。1990年、オックスフォードで、スタイルズ、ドリュー、アンドリュー・ペギー、ポール・ジェームズ、スティーブン・キー・リングなどの将来有望なミュージカル作家と共にワークショップを行った。1992年、 この作家たちは、マーキュリーワークショップを創立し、ニューミュージカル・アライアンスと合併し、ソンドハイムが、講演者として新たなミュージカルを発展させる、MMD となった。2009年、バージニア州アーリントン郡にある、シグネチャー・シアターは、アメリカで最も影響力のある、ミュージカル作曲家に敬意を表し、非営利団体に5000ドルを寄付する、ソンドハイム賞を創立した。 2010年9月15日、ニューヨークの西43番通りにあるヘンリー・ミラーズ・シアターは、ソンドハイムの80歳を記念して、スティーブン・ソンドハイム・シアターと改名した。ネイサン・レイン、パティル・ポーン、ジョン・ワイドマンが出席した。ソンドハイムは嬉しくもあるがとても恥ずかしい。私はいつも性を嫌っていた。劇場名に合わない。ベラスコとも、ロジャースとも、サイモンとも、 ウィルソンとも違う。ショーンフェルドやジェイコブズよりは合うかもしれない。しかし合わないと語った。後に企業スポンサーとその資金は必要だが劇場名に関するのは神聖なことであると語った。1994年、ソンドハイムは自身の作品に関する機関誌ザ・ソンドハイムレビューを創刊し、デイリーテレグラフ紙は生存する作曲家で自身の名を冠する。 機関紙を発行する唯一の人物であろうと記したソンドハイムは内向的で一人でいることを好むとされている。エッセイストのフランク・リッチとのインタビューにおいて、ソンドハイムは幼い頃から人には愛憎の両面があることに気づいていたと語った。1999年までピーター・ジョーンズと同居し、現在はジェフロ・ムリーと交際している。内の放題がない作品は日本未公演。 未制作、ありがとうございます。